はい、こんにちは。フォトジャーナルプレスのゆうです。今日はね、フリーウェルから全くね、新しいマグネティック ND フィルターがね、発売されるので、紹介していきます。今回ね、紹介するフィルターなんですけども、特にね、動画撮影する人にとっては、非常に便利なフィルターシステムとなっています。今までにもマグネティックフィルターっていうのはね、販売されていましたけども、今回ね、紹介するフィルターは、かなりね、画期的なフィルターシステムになっています。まず簡単にどういったフィルターシステムかお見せしましょう。まずね、ここにね、ベースリングというものがあります。こちらですね。で、これをまずね、レンズの先端に取り付けます。レンズにね、取り付けます。で、これはね、ねじ込み式になっていますが、一度取り付けると外す必要はありません。で、この次からがポイントになってきます。まずね、このベースリングというのがマグネット式になっています。で、そしてここにね、2種類のベースフィルターがあります。一つがね、ND1 の効果を持ったフィルターになります。で、もう一つがミストフィルターですね。で、こちらもね、ND1 が合体したフィルターになっています。で、このね、2種類のベースフィルターがあります。で、さらに、ここにね、濃度の書かれたND フィルターがあります。2から5ストップ、そして6から9ストップ。まあ、合計ね、4枚のフィルターがセットになっています。で、さらにね、驚くのが、このね、2から5と書いてある ND フィルターは、裏返すと CPL フィルターになります。で、こちらも6から9ストップと書かれた ND フィルター、裏返すと、濃度の濃いね、ND32 の CPL フィルター、になります。で、これがね、どういうシステムかというと、まあ、ベースのね、フィルター ND もしくは、こうね、ミストフィルター。まあ、どちらかね、好みの方を撮影のね、現場に合わせて、まあ、取り付けてください。今回はね、この ND フィルターの方にします。で、先ほどのこのベースリングのところに、このね、マーク書かれているので、まあ、取り付けます。はい、こんな感じになりますね。はい。これでね、ND1 の効果になります。で、さらに、ND フィルター、可変 ND フィルターとして使いたいときは、この2から5ストップと書かれたものを、ここのね、A という文字があります。そこに重ね合わせると、もう簡単に2からね、5ストップの可変 ND フィルターに変身します。で、このね、便利なところがちゃんとね、ストッパーになっていて、止まってくれる点ですね。これすごい便利ですね。なのでね、X マンをね、出さないようなシステムになっています。で、さらに、もう一つね、濃度の濃い ND フィルターが使いたいっていう時は、この6から9ストップの ND に変えると、これもね、またマグネット式になってますので、先ほどね、この2から5と同じような取り付け方で、もう簡単にね、濃度の濃い可変 ND フィルター、に取り付けることが可能です。で、先ほども言いましたように、裏側がね、こちら CPL フィルターになってますので、まあ、CPL フィルターとして使いたい場合は、こういった感じで裏返して使うと、はい、こういった感じでね、反射を防ぐことができます。まあ、非常にね、もうオールインワンになったら便利なフィルターシステムが販売されます。で、先ほどもね、お見せしたこのベースフィルターのミストの方。こちらはね、ミストフィルターの効果が加わった、まあ、フィルターになりますので、まあ、これをつけると、まあ、こういった感じでね、逆光なんかで柔らかい光を演出してくれます。で、現場でね、ND フィルターがね、必要じゃない場合なんかはね、即座にここ、ベース ND 外していただいて、まあ、簡単にね、ND のない状態とある状態っていうのがね、現場ですぐに付け替えることができます。ND フィルターが欲しいときはつけて、これ ND1 の効果あります。で、2から5ストップが欲しいときは、2から5ストップつけます。で、可変 ND フィルターになってます。ちょっとね、明るさがきついなとなったら、もう一つね、濃い、こちらね、6から9ストップも用意されていますので、フィルターをつけることができて、簡単にね、付け替えすることができます。はい、というようなね、フィルターシステムなんですけども、まあ、これがね、またこの付属のポーチっていうのが用意されていまして、まあ、このね、フィルターシステムがこのポーチにね、
全部収まってくれます。で持ち運びも簡単で、まあ、必要に応じてフィルターをね簡単にマグネットで、まあ、取り付け取り外しができるシステムになっています。改めてねこのフィルターシステムをもう一度ね表に表すと、はい、こんな感じになります。はい、こんな感じで7種類のフィルターがありまして、さらにね20種類の機能を持ったねこんなコンパクトなフィルターシステムです。でつまり、まあ、マグネットで簡単に複数のフィルターをね一人でワンオペでもね便利なフィルターシステムでもう簡単に切り替えることができて、まあ、あらゆるね光の条件に簡単にね対応できる、まあ、このねフリーウェルのフィルターシステムとなります。でざっとねもう一回ねこのフィルターのね特徴をお話ししますと、簡単なねマグネット式のフィルターシステムとなっています。即座にマグネットで欲しいフィルターを簡単に付け替え可能になっています。このシステムで7つのねフィルターが入っていて20の機能を持っています。で ND だったらね2ストップから5ストップまで、でもう一つが6ストップから9ストップまでと、かなりね幅広い ND のね効果を持っています。で他にはねこのフィルター自体ねすごくね強度に優れてまして、傷もつきにくく、他にはね水にも強いです。もうすごい水弾きます、こんな感じで。で拭き取るともう一瞬でね水滴が取れてしまいます。はい、このねフィルターシステムなんですけども、で購入する時なんですけども、ここのベースリングっていうのが今使っているのがね僕は 77mm なんですけども、まあ、他にもね 58mm、62mm、67mm、72mm、 そしてこの 77mm で 82mm、 95mm とね7種類のベースリングから選ぶことができます。なのでねお手持ちのねレンズに合わせて購入するといいと思います。はい、ということでねこのフィルターシステムなんですけども、これはね一般の、まあ、ネットショップとかお店で購入するわけではなくて、クラウドファンディング幕開けというねクラウドファンディングでオーダー可能となっています。で、ね、下にねクラウドファンディングのリンク概要欄に、ね、貼っておきますので、もしね興味ある方は見てもらえたらなと思います。で購入のね規約とかもありますので、まあ、読んでいただいて、まあ、気に入っていただいたらオーダーしていただくといいと思います。そしてね、まあ、クラウドファンディングとして販売されていまして、まあ、早割も適用されますので、よかったらねリンク見てみてください。はい、ということでね今日はこちらフリーウェルから画期的なマグネット式の ND フィルターというものを紹介させていただきました。まあ、付属品はこちらですね。でベースリングで、ベースの ND フィルターで、ベースのミストフィルター、そして ND の2から5ストップと6から9ストップ、そしてね便利なねキャップ、マグネット式のねキャップも一緒に付属しています。でもちろんね先ほどお見せした専用のねかっこいいケースも付属しています。はい、ということでね興味がある方はね早割も適用されますので、よかったらリンク見てみてください。はい、それではね本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。